おはようございます。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。今日は南東の八白土星に来ています。この動画は毎日撮っていて、今日で243か4回目なんですが、私の自慢は健康なことで、一日も体調が悪かった日がありません。でも今日はちょっと喉をやられてしまって風邪ひきそうなんです。そんな時はキチカフェに来るのが一番いいんですが、キチカフェ八白土星は変化という意味がありますので、体調の良い変化を意図してキチカフェしています。キチカフェの方位は健康方位がたくさんあります。白く木星の方位も体調を整えるという意味で健康方位だし、九紫火星の方位は悪い体調を離すということを意図すると健康方位になります。そんな風にキチカフェしながら自分の意思、頭の中で意図するっていうことが大事になります。ぜひ試してみてください。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。